飯だ飯だ。今回いただくのは明星の一平ちゃん夜店の焼きそばです。 UFO ペヤングに次ぐカップ焼きそば第3の勢力ですよね。大盛りイカ焼きそばを忘れないでください。あれはとっくの昔に生産終了になってるんですよ。一平ちゃんはからしマヨネーズを付属しているのが他のカップ焼きそばと大きく違うんだよね。焼きそばといえばマヨネーズって感じですが、カップ焼きそばではかなり珍しいですよね。しかもそのマヨネーズのコクがアップしているそうです。パッケージは良くも悪くもずっとこんな感じですよね。早くマヨビームをするのです。夜店の焼きそばって表現がいいですよね。人生であんまり縁のない経験だけどね。そいつは寂しいですね。マヨネーズを使っている以外は普通の焼きそばって感じですかね。そもそも普通の焼きそばって何なのだろうか。カップ焼きそばはみんな違ってみんないいの世界なんですよ。そんなに力説しなくても。付属品はマヨネーズとふりかけと液体ソースだね。マヨネーズが増えているので各社よりも袋が多い感じですね。そして麺がちょっと茶色がかっているのもポイントでしょうか。ちゃんと最後の一滴まで湯切りしてくださいよ。ここで失敗したら死刑なのです。食べ物に対しての罪が重すぎますね。ということで完成したよ。麺は細麺で固めでコシがあるツルツル麺というのが特徴的で、それが強いマヨネーズとその酸味で爽やかにいただけるのが美味しいのです。ソースはだいぶフルーティーな印象でやや塩気が強いですが、 UFO ほど強くもなくまろやかで落ち着いています。ソースは麺の喉越しとマヨネーズを引き立てるためものという感じで、スパイシーさもさほどないですね。具はキャベツだけなのでちょっと寂しいですが、マヨネーズの美味しさと全体的なバランスがいいお作ですね。ということでごちそうさまだね。世界に飯がある限り僕たちは食べ続けるのです。よろしければチャンネル登録お願いします。ごちそうさまです。またね。